人小谷直選手、第2位ゼッケン番号71番、同じく札幌市からのエントリー後藤沙織選手、優勝は江別市酪農学園大学、ゼッケン番号77番、徳永夏美選手です。それでは表彰台の方にお上がりください。ちょっと行ってきます、軽く言いますけどね、はい、僕なんかも足あだだ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 だステージの方にお上がりください。ゆるキャラじゃないか。皆さん階段を登る時もすごく軽やかにと思いましたね。徳永さん、ちょっとこうやってかかんでもらっていいですか。あ、余裕、楽勝楽勝。なんで私のこと今しゃがませたんですかって言われて、なるほど、余裕ですから、すごいな。どうぞ、では表彰台にお上がりください。お上がりください。で、34歳以下です。あ、皆さん高校、そうですね、一歩で行きましたね。高校生以上34歳以下の部ですね、第3位、小谷さん、小谷さん、ごめんなさい、はい、小谷直さんです。1時間27分25秒、はい、大変素晴らしいタイムでした。おめでとうございます。北海道大学、北海道大学何年生ですか。今 何年生ですか。6年生、獣医、はい、医学部、獣医学部、あ、そうなんだ、ぜひ帯広で、十勝で違うんですね、無理なんだ、はい、そうそうそう、はい、第2位です、後藤沙織さんですね、1時間25分31秒、これも素晴らしいタイムです。何回目の挑戦ですか。頑張りたかったんで、また来年走ります。お待ちしております。あれ、高橋さんの方行くの。徳永奈々美さんですか、夏美さん、失礼しました。1時間21分39秒、大変素晴らしいタイムです。徳永さんは何回目ですか。去年出られたんですか。はい、去年のタイムどうですか。タイムは2連覇目指して頑張ってください。いいな、金メダルって。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それでは記念撮影を。今ポロッとクリアさんの骨がいいな。いや、果てしなく遠いですよ。いやもうね、素晴らしいですよ。素晴らしいと思います。はい、本当尊敬する。なんとも素敵な笑顔でね。え、ミッキーマウスのアプローチでも OK なんだなって思って、なんかこういうところにも可愛らしさ、いや、そうですよ、やっぱ女子ランナーは。そうですよ、それでめっちゃ速いっていう。いや、もうなんでしょうね、最強な感じがしますね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。